この真左からね、ルナージーね、こうスッとこう捨てる二輪館がいいですね。はい、そして、二輪館では初登場ですね。はい、今年から二輪館には勤めさせていただきます、下川梨沙と申します。普段やっぱり二輪館などお買い物することが多かったので、こういった形で、二輪館ギャルとして皆さんとお会いできるの、とても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、もういたって真面目、真面目だね。いたって真面目だ、すごいね。びっくりするぐらい体育会系なんですよ。あ、そうなんだ。もうすごいですよ、縦社会知ってます。運動してたの？運動ですか？うん、運動すごくしますよ。何のスポーツだったの？何のスポーツ？リサちゃんだって自分なんとかですみたいな。そうやな、自分のこと自分って言います。あ、じゃあ体育会系は運動だったんですね。そうですね、結構活発なタイプです。はい、はい、でもこうね、こうそう、なんか想像ができますね。はい、うん、もう2人とも俺プライベートから知ってるからね、この形になるとまた違う顔すんのやなと思います。それはそうです、いいですね。さあ今日はですね、たくさん撮って帰ってくださいね、はいはい、よろしくお願いしたいと思います。はい、では撮影会の方に行きたいと思いますので、マイクをお預かりします。傘なし、傘は、あ、傘持ってきてないって、はい、傘お願いします。さあ、それではですね、皆様お手持ちのカメラでして、撮影いたい、どうぞ前の方に。そうですね、立ち、はい、ごめんなさいね、ひもさあ、今がチャンス。さあ、早く来た人から前方へ行きます。でもね、ちょっと後ろの方からの方が取れたりもすることもあります。そうですね、あの人の頭がね、邪魔になってしまうこと、こんなに人気でございます。はい、今日はですね、はい、まあ、この撮影会議団とですね、はいはい、あの会場の方で、ぐるっとこう練り歩いたりとか、ジャンケン大会の方もお手伝いいただいたりと、はい、盛り上げていただきますので、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。よろしくお願いしたいかと思います。傘が来たよ、傘が。さあ、来た来た、はい、さあ、形になっていきます。はい、戦闘モードです。さあ、顔つきが先ほどの MC とは変わってまいります。ね、これまたムービーで撮っておくとまたね、いろんな変化が見れて面白かったりもしますよ。撮ってる人の顔も違うね。いやいや、ほんまやったらここから撮ってる人の顔を撮ったのかなと思いますけど ね。でも今日みんな口閉じてる。あの、開いてる人いますからね。あ、そう、口閉じてる、大丈夫だわ。今日はですね、気温があんまり高くないから口が開かないです。あ、そうなんですね。そういうことですね。ワンちゃんみたいじゃないですか。いやいやいや、ハーハー言いますからね、やっぱりね。なんかちょっと朝からエロい感じ。エロいって言うな、エロいって言うな。もうピュアなとこで撮る前原だな。トッピング着でございますよ。今年は健康的なスポーティーやね、スタイルになりました。よろしくお願いします。ね、はい、お楽しみいただきたいと思います。よろしくお願いします。ね、はい、ね、なんか新鮮ですよね、こういうスタイルもね。そうですね。うん、なんていうんですか、清潔なやめなさいっちゅう。え？清潔、清潔ね、この清潔感大事ですよ、もう、はい、本当にここから先の人生は。あのね、年取るとね、だんだんこの清潔感って大事になってくる。年取るとって言うんだ。じゃあ彼女たちじゃないよ。我々な、我々。ついに、あの綺麗なエキスが欲しくなってくるな。そうそうそう。だからここで見てエキスを見たら。